Go。 お、インポスト来た。お、魔法師さん来てしまった。ライン戦やるか。ライン戦やった上で。やだっつって。アイス。肉トマトマ。それ覚えてるよ。変わってるから。青、赤、黄色、緑。ちょっと待ってください、今の。マウスの充電が切れちゃった。このタイミング。すいません。青、赤、黄色、緑が忘れてやられてしまう。そもそも黄色ってありましたっけ？コイン。ある。コインあるよ。あ、あるんだ。今、ごめんなさい、嘘です。紫。マスカの二郎に入った。閉じ。グイやろ。グイ。はいはいはい。お。早。ナイス。ありがとうございます。もうちょっと待つ気概がないか。何ですか？キルするためのキルするための時間が欲しいって言ってるよ、モエさん。いや、あの、カギピーはずっとミーティングでボタン待機してくれてたから。そうですよ。タスクがミーティングにあったんで。それで直そうとしました。もうちょっとキルクーラー開けるから。直そうとしました。キルする時間欲しかったって話ですよね。奥のボタン、直してないな。直してないな、お前。よく聞いてたな。停電直した誰あれ。あ、僕。あ、僕です。あ、でも、場所は全部言えます、場所は。綺麗、綺麗にね、パパパパーンって左から。階段のようにトン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 。そう。うん、ピアノ習いたかった。早かった。あと、ハンバーガーの注文変わってたわ。変わりますって。そら、軽言うてたやん。3秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。直そう。アリバイ作る。あ、アシエさんもいたよ。あれ？え？アシエさんは直近で天望にいなかったっけ？おまおじい。え？天望にいたよ。おまおじい。ちょっとこっちでポークなんですか？こっちでポーク。情報の共有だけ。スナパイさんの肉のは梅さん源で3人同時で。じゃあエレキの階段上。階段上。エレキのはしご登ってすぐのメインのところですね。いや、カゲピ、冷静なって考えてほしいんだけど、カゲピとすれ違って、アシエさんと、アシエおまおじとカゲピはすれ違ったやろ？はい、その直後にキルすると思う。でも展望、あの都合よく展望デッキの扉閉まってましたもんね。タリオ、まあそれはでもいや、せや勝てやで。まあ、でもだって僕そこから弾けるっていいですか。弾ける弾けんねんけど、うん、すれ違って僕石油入れてない廊下なんで絶対にやってますよね。いや違う、そっちはオマは影丸くんではないって言える。ではない絶対に違うって言える。おまおじさんの視点はベントキルってことでしょ。ベントキル。しかももう奥で待ってる誰かがいたはず。あ、じゃあこっち側も人見合ってるから弾けるんじゃない？浮き散れるんじゃない？嘘か、それ。エンジンで畑坂くんと配線タスクをした後、俺今メインホールのその階段の上にいます。死体探ししながら暗室入って出たところです。ミーティングのはしご登ったところです、俺は。あ、じゃあ上の方に行きたいね。宿舎の下と右開けました。あと停電直したのハイブリなんですが、明らかに下げた
あ、僕が間違えました、真ん中。だからもう触ってないです。あ、ちなみに私も買っちゃった、はい、一番左に買っちゃったよね。うん、そう、合ってる、ハイブルさん合ってるよ。はい、旗振りはコックピット弁当お互いどう見えてますか？コックピット弁当はできないというか、あと俺がエンジン配線終わったら旗底くんはもういなかったので、まだ、あ、お互いできないですか。ミーティングのどこって言った、うん、ミーティングのはしご上。あ、いじめやくんどこ行った？展望降りてきたけど。コックピコですが、シェリフです。あー、ナイス。あ、疑ってた、危ない危ない。ショカメラ10秒、あ、どうぞ。カメラの10秒全部使っちゃったんですけども、ずっと映ってたのが、エンジンルームの配線のお二人ですね。入るところから映っています。ハイブリさんとハタソコさん。はいはい。ね、スナパイさんの下位置はメインのはしご上。はしご上。で、全員下から下って発見。そこはお互い全員白を出せるんですか？スナパイさんのお肉は作れない。無理無理。いや、もう俺がサントスさん、トーハゲンさん、両白出すよ。俺が出す出す。で、俺上にいる。カメラ減ってることから私も多分動けないと思う。で、結論は右側にいると思う。アマってのは誰？あ、僕がラストミーティングにいます。うん。あ、まあ、そこが。ムケさん。あれだったら入ってくれ。ムケさん、入ってくれ。入んなかった。ちょっとさっき喋れなかったんで、昇降機右で勝ち合ってるのを見て、昇降機右でダウンロードしてヌーンに乗ってって、ミーティング上で配線勝ち、はい、番号を打ってボタンに向かって走ってるところで終わりです。ちょっと待って、サントスさん、おまおじさんってさ、石油どっから来た、うん、エレキか、石油にいた、見てないかな、メインから来た、メインから来た、メインから来た。ああ、じゃあサントスさん隠しろだ。まあ、お前さんがマッチングの最終位置ってメインのはしご上って言いましたよね。俺？はい。うん、そう。下位置と重なってませんか？あ、いや、俺だから、メインのはしご上のところの暗室から出たところ。ああ。で、暗室から出たところって、私も今思い出してたんですけど、さすがに光んないで、ポント。出っ張りがあるんですよね、左に。うん。長くなるような。だからまあ、いや、ただ、不思議ではない。なくて連打しながら行って、それぞれの個室ポン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 入って光らへん光らへんって、上の方しか見てないのよ。なるほど。で、ゲンさん、あ、そうやと。あ、ゲンさんに今のターンって下と右開いてましたよね、ミーティングのボタンと。あ、僕が見てる、宿舎の下と右開いてたの。てか、ある影が湧いて見てる、宿舎。だから僕がそこに開けていった証明。影丸もまあ、隠し路1で、まあ、浮き位置がアルマ、ハタサコ、ハイブリ。そう。でなんか、ハタサコはね、なさそうかなと思うけど、僕がヌーンで右から左に乗ってった時に宿舎全部閉まってたから、まあ、まあ、アルマはエンジンでは嘘ついてないと。俺視点は、アルマくんかハタサコくんの方がそのスナパイさんのキルで、影オマの方があっちゃんキルでおまおじに見えてるって感じです。おまおじさんはさすがに、まあ、おまおじさんが言った通りのあれがね。マジで、いや、でも、違ってんだよ。レポートスナパイさんの方だから、キルしたらもう一個の方の死体が見つかっちゃったは全然普通じゃない？いや、その直近で影丸に見られてるから、キルしないでしょっていうのが、まあ、その通りやなとは思っちゃう。じゃあ、どっちにしても、俺含めて、ハイブリ・アルマ・ハタサコが容疑者じゃない？おまおじ、まあ、ね。うん、扉状況から白出ませんか。僕は、あ、いや、白は出ないと思うけど、その、いた証明にはなるんじゃない？そう、スナパイさんも。でも、あのターン長かったから、まあ、釣りはできない。うん、我慢させた。あと、日本容疑者。まあ、でも僕は、ブリ、オマで二人外だと思って。おまおじ視点って、梅健さんとスゲンの3人の白も出せるよね。出せます、出せます、出せます。だったら、おま視点も、俺、アルマ、ハタサコになるんじゃない？なりますね。いや、しかも、いや、限りなく、いや、難しいな、絞んな難しいです。でも、俺と思わずだった影丸くんが、メケンさんがワンチャン、いや、マットないと思うけどな、ゲンさんが釣りたい。ゲンさんちゃん、ゲンさん切りたい。あ、いた。これ切られない、おまおじさん。手で入れよう。おまおじ殺されるな、おまおじ。
ナイス。ナイス。素晴らしい、うん。手で直してます。はい。あれって1分なかったよね。大丈夫だよね。なかったと思うよ。結構長かった印象。長かったけど、長かったけど、さすがに1分当たってない。だって。手取り2つってことはなさそうな気がする。停電直したから俺配線タスクやってメイン探してるから、僕とゲンさんが石油行った時にサントスさんが石油に入って、うん、エリキから石油入ってきてゲンさんカメラ、うん、サントスさんセキュリティタスクで俺がその辺うろちょろして、うん、おまおじさんがその後エリキに石油に入ってきたで、あ違う俺とゲンさんが入ってきた時足湯さんが来て足湯さんが基地の方抜けていったで、はい、サントスさんが来てセキュリティタスクあでおまおじさんが見てんのねあ見てる見てる、うんはいはい、見たよって言ったけどでまあシュウさんとおまおじさんがキッチンの方行って、セキュリティにゲンさんサントスさん置いて梅君がエレキ勝ちタスクで戻った時に2人が同時にエレキに入ってきて、うん、一緒階段登って発見、うん、まあおまおじさんがスナパイさんをなんかメインから降りてくると前に切って降りて1分ぐらいでそっちでなんかギリギリ狙った2キルとかあったんかなと思ったけどさすがに立ってあのねおまおじさんがスナパイさん切ってるのは別にあるとは思うけど1分はさすがに立ってないと思いますよ、うん、ごめんなさい梅県源さんとしてお互いに3人で白取れるんですよねいや源さんとしてどうですか僕抜けてるから僕が登って切ってね関白じゃない関白じゃないけどやんないかなと思っちゃうやんないかなと思っちゃう、でだとしたら、うん、あとはまあ俺の精査だけで言うとあとはアルマ君の方が怪しい風に思っていて理由としてはミーティングで結構時間があったけどボタンが押されなかったことぐらい、うん、アルマ畑さんが押さえつけるから後に昇降機右でダウンロードヌーンに乗っているでミーティングで勝ち敗戦、カードキーをやってボタンに向かってる途中で違和感があるかどうかを考えてほしいです、昇降機右で停電直してダウンロードの順番ってことかいやあとまあそうですね時間が長かったからボタン押さへんのかなっていうところの違和感ねあのタスクで違和感があるわけじゃないああそういうことですか発表作はどんな感じだっけハイブリさんと一緒にエンジンで配線やって、うん、先に僕が抜けて宿舎の下と右を開けて、うん、ミーティングのはしごを登り切ったくらいのところ、うんうん、なのでなんかミーティングの方だったらその俺がたどり着く前にベントで上行ったんかなって思っちゃうくらい一応ね武器庫周りの扉はね閉まってたからしかも旗振りはね、うん、コックピット難しそうとは思うけどまあ行った後に閉めたら分かんないから元富士、元富士。もううちそっちに人はいないぞ。嘘これトシちゃんが発見なのかえハイブリさんが切ったかハイブリさんに突っ込んだかどっちか突っ込んだああ藤宮ねでいや足元にこれ落ちてるんだけど突っ込んだ多分突っ込んだと思うわね停電直さずにメインに行ってるからやと思うんだけど停電中突っ込むかアーカイブの方に今まだ停電直ってないそうなってないアーカイブにゲンさんがおられたんで直してくれるだろうの見込みで近くにタスクがあったからメインの方に行ってました、はい、どっちだろう足元には転がってたんだけどもどっちかは分かんない停電中だから分からんこれでも停電中であることを利用して2釣り入れた方がいい気がします何かしらいや停電中じゃあそれやったらオマの方とかの方が影 P 地点の方から絶対ここなら1削れるみたいなところもしあればじゃない絶対1削れるは申し訳ないです、うん、まずハイブリさんハイブリさんがまあインポスターで普通に切ってる場合でハイブリさんが1人と、うん、ハイブリさんが隠しろの時のハイブリさんが一番視点ハイブリさん視点一番怪しいところね縄じゃない使うまずスナパイさん切るに関しては俺が近くにいるのはいるんやけど、うん、その場合の候補位置はさっきも言った通りアルマ君と畑坂君でありそうなのはアルマ君のミーティング滞在期間が長いなってボタン押さへんのが違和感があるで影丸おまもじだった場合は影ピの方が心象いいのねあのボタン待機であったりとかはいがあるのでおまもじさん目線で影丸絶対に左抜けない無理です無理やからおまの方人の人から、うん、
いやでも藤宮くん の, あの主張も尊重していただきたい。おまおじさんがやらなさそうって言ってたんで、藤宮くんは。あ、まあそれは確かに。ハイブリさん視点で僕が切るストーリーを教えてください。いや、てかね、僕ハイブリさん、あ、まあどうぞどうぞ。もし畑坂くんがやってる場合だったら、エンジンの配線を俺より先に抜けて、うん、宿舎ミーティングに行ってるって言ってるのが嘘で、メインの方に切ってシャワールームの方に抜けてる。いや、畑坂のドア情報は僕が合ってるって言えるんで、ヌーンで右から左に僕が乗ってミーティングに行ってる時に宿舎のドアが全部閉まってて、でしかも次のターンある陰で宿舎に湧いた時に下と右が開いてたから本当だとは思ってます。6つ、まあハイブリさんアルマ君の順番で釣っていいんじゃないですかね。ここでそれだったら、うん、それ、うん、マジで誤爆の可能性があるんだったらアルマ君からじゃないの。停電中に順番で、いやまあでもローラー、うん、ローラーできるから。停電、あ、分かった分かった、うん、じゃあまあいいや、俺投票しないです。うん、俺ボタンない、俺ボタンない。マット含まれたかな。マットかな。強襲だったら死ぬけど、まあ俺停電直してるからマットないよ。よし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 、よし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 、こっち。あ、ないわ。なかったー、なかったー。あ、全然怖え、怖えよ。警戒しすぎ、警戒しすぎや、みんな。え、かけ丸もボタンない。僕はちょっと2個3個前ぐらいに押してます。あ、押してるか。最初か2番目くらい。ない、2人が上にいた。うん。そう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 。お前さんが思うのが警戒しすぎてバグってる。ハイブリさんってなんか直したって言ってましたけど、直し、あ、でも後ろ、あれか。パートではないか。うん。ビジネスではなかった。停電で、僕は停電の勝ち合いを見てるっていうのを一番左見てるっていうのを言ってるんで、僕もマットないから。うん、まあ。ハイブリさんに下げられたって言われたのが俺だから、多分本当に見てる。はいはいはい。まあ僕はね、ずっと言ってるけど、畑坂よりハイブリさんで落ちてると思ってるから、畑坂よりハイブリさんの方を怪しんでいたんで、うん。まあ、飲めはするけど、僕は、おまおじさんだと思うけどなーって勝手に思ってるんですけど、まあ、無理をまあだとずっと思ってますよ、僕は。ただ、こっちで詰めてほしくない理由として、やっぱ選択肢が多いから。まあまあ、一旦ハイブリさん釣ってるから、まあ、うん、まあ、こっちに縄がかかるのはわかるけど、僕はもうブリオマで、見てます。まあ僕釣って終わんないから、まあそもそもでも道連れもないんで、そのままめちゃめちゃ俺はおまおじさん行きたいけどあれはやり、いやいや、まあ気持ちはわかるけど、藤宮くんのあれを尊重してほしいから、まあ、その後じゃない、うん、あ、まあまあ、うん、そうだ、釣りたいのはわかるでもハイブリさんの意思を、でもハイブリさんの意思を尊重しなくなっちゃうから、うんうんうん、ハイブリさん待って、畑坂ってさ、どんな距離にこれ関与できるの、はい、できないだって、いや、俺と一緒にさ展望から出て畑坂上に行って、ゲンさんにカメラその後配線のとこ見られて、ハイブリさんとエンジン真ん中まで行って、ハイブリさんがその後行けたのがメインの真ん中までっていう、一緒に真ん中までじゃない、先に俺が抜けてるからその点だとも違う。ああ、だから右に行ったかどうかが分かんないってことか。だから畑坂の場合ってそのメイン側でキルをした後に、絶対にあっち側関われないんで、アシューさんの方は畑坂がキルしてる場合はメインでキルをした後になんかよくわかんないけど、もう一回戻ってエンジンから上行ってるかな。ベントとか多分使ってないと思う。メインベント使って宿舎の扉をわざわざ開けた人です。まあそれもあるね。でもその場合右と下だけ開ける場合になるよね。うん、変な人ですよ。カメラでハイブリさんと畑坂のどこまで見てます？エンジンに入って配線して2つがくっついてる様子まで見えてます。まあおまおじさんに入れときますね、僕は。アルマさんの答えはおまおじさん。いや、もうブリオマにしかずっと見えてないです、うん、僕は、うん、最初から。わかる。マットどこやと思います、ちなみに。マットはわかり。さあ閉めちゃった、アホ。めっちゃ位置が油断しとる。
え、はい、ナイス、ナイス、ええ、ええ、ええ、言えばよかったな。3対3なんだ。ナイス、ナイス、ナイス。言えばよかったね。いやー、俺は申し訳ないわ。マジか。これは俺のせいです。まああれですよね、おまおじさんの経路で確証になってますね。いや、おまおじ、俺ね、いや、ずっと言おうとしてたんだよね。サンタ、原産隠しろでサンタさん、お前、一回だけ言ったんだけど、おまおじさんが人間的サンタさんはあるって。あ、そうそうそう。だから、おまおじさんがなんか、狼鬼滅されたらサントスさんまで縄かかりそうだなってヒヤヒヤ。一回だけ言って、その後浸透しなさったからもう一回言おうとしたけど、議論別の方向に行って、ちょっと俺が遠慮しちゃったんだよね。いや、申し訳ないわ。あるよな。いやー、ナイス、ナイス、ナイス。いや、ごめん、ごめん。しかもね、アルマくん